龍城艦定の訓練生。1871年頃、龍城は日本海軍の軍艦で木造鉄隊の装甲コルベット。城は訓読みで上がると読み、龍城は龍が天に昇る様子、つまり龍が天に昇るように勢いのある様子を意味する明治3年、熊本藩から明治新政府に献上され、装甲艦不走の収益まで日本海軍の機関としての役割を果たし、 明治5年には、明治天皇の座上艦として、西国巡航に使われた。佐賀の乱、台湾出兵、西南戦争に従軍した、規模平洋の参照ップ型コルベット。木造船体で原則に1 1 4ト、mm、ルの装甲体を持っていた。木造鉄体ではあるが、当時の日本海軍唯一の連鉄製の装甲艦で、ある東は1358トン。 主力として使われた木造スループ日清は1468トン、旧式艦ではあったが、流城の次に大きい筑波でも1947トン、それ以外の軍艦も1000トン前後のものはわずか数隻に過ぎず、大半の軍艦や運輸船は100トンから500トン程度であったため、2500トンを超える当時の日本海軍最大の艦である流城が主力艦として、 実質的な機関の役割を務めることとなった。類別は、東、筑波と同様の三等軍艦であった。なお、一等軍艦及び二等軍艦は、海軍発足時には存在せず、日清は四等軍艦であった。右表の要目は、主に対象6年、公文備行に、収録の流上略歴と帝国海軍機関誌による。その他の文献による要目は、以下の通り、 慶応元年、熊本藩藩主の命により、イギリスアバディーンの造船所へ注文。源氏元年1月に浸水。明治2年7月24日あるいは、明治3年に竣工した。一方、イギリス側の記録によると、トーマス・グラバーの発注によりアバディーンのアレクサンダー・ホールカンパニーにて、上書丸の名で建造され、1869年3月27日に浸水。 8月11日に竣工した。官は長崎に開港され、明治3年3月イギリス人から熊本藩が購入、流城と命名、後に古障は流城と変化した。同3月に熊本藩から明治政府に県能の申し出が出され4月12日付で大上官より受け取る胸の返答があった。5月8日に品川沖で領収。 あるいは翌年の明治4年5月に献上され、兵部省所管となった。海軍省報告書によると4月12日に、熊本藩から献上とされている。明治3年には、横浜港にて、イギリス海軍の主官を招き、各艦から選抜された砲手の砲撃訓練を行った。明治3年7月に、不仏戦争が勃発し、中立を守るために、 大上官は7月28日に召官隊三体を、編成、龍城と伝竜丸、延年丸の三隻は中村武臣の式で長崎港に派遣された。翌明治4年3月7日に警備は解かれた。明治4年から翌年に、明治天皇が横須賀や品川沖などで海軍展覧した際にお召し館になった。 明治4年3月に暴風に愛機関が故障、12日に搬送でシナ海に到着した。4月に海軍所案内に引き入れて大砲、バラスト、石炭などを揚陸した。5月に召喚隊が編成され、龍城も編入された。龍城、富士山、第一堤防の三隻は伊藤助丸中佐が指揮することになった。同年7月9日に、 東京近辺を暴風が遅い感染や、兵部省の陸上施設などに被害が出た。龍城は停泊中で船体が損傷、症状汽船飛ばし、箱船の3隻が沈没するなどの被害があった。龍城は9月3日に修理のため横須賀に入港、同日から約10日間入居して修理を行った。10月8日、龍城、日清の2隻に、 海外派遣の命令が出たが、行われなかった11月15日に、龍城は三等艦と定められた。明治5年の海軍省発足によりそのまま日本海軍の軍艦に移行した。5月18日時点で中艦隊は、日清、某春、龍城、第一堤防、第二堤防、運用、カスガ、つくば、法の旧席で編成していた。 明治5年の瀬戸内海行行でお召し館となった。5月10日、流城は再開巡行の際のお召し館に指定され、5月23日、明治天皇を乗せて他の警護館と共に品川を出港した。なお、中間大使危険竜城館長として伊藤助丸が上艦していた。竜城は、蕎麦、大島、多度津、姫路、下関、呼子、長崎、 熊本、鹿児島などを巡航し、7月12日、横浜港に帰港した。9月22日午後4時45分、龍城、宝生、運用の艦隊は品海に帰港した。10月9日、ロシアミコが来港することになり、龍城と宝生が品海から横浜港に開港した。ロシア艦隊停泊中は横浜停泊の各艦がホスト役となった。 10月29日、館長から水平線円盤の打ち直しが必要との申し出があり、11月2日、横浜から横須賀に開港された。1873年2月13日、各港に常備館を配置することになり、流城と運用は長崎港に配置されることになった。2月28日、添島種臣特命全県大使派遣のために、 龍城と筑波が新まで開港するよう訓令が出された。3月10日に同行の筑波と共に品川を出港した。19日から21日まで鹿児島に帰港し、22日長崎に到着した。3月28日長崎を出港、31日上海に到着し、4月1日全県大使は上陸した。4月8日全県大使は つくばに上官、竜城は、喫水の関係で12日出港し、天津に開港した。帰国は7月10日芝生を出港し、7月15日、長崎港に帰着した。21日から23日に、兵庫に帰港し、25日横浜に到着した。全県大使は26日つくばから、大官、同日夜に品海へ開港した。なお、 海軍省報告書によると、清に派遣されていた龍城と筑波が品川に帰着したのは7月20日になっている。イタリア国王のオイーが横浜に近く来日するため、8月22日に龍城と日清に横浜開港が命令された。9月15日に横浜を出港し、横須賀に開港、9月18日から入居して修理を行った。 1874年2月28日佐賀の乱の鎮圧のために、竜城へ開港命令が出され、政党総督二品新王東伏見宮義明、陸軍中将、山形有友、海軍少将、伊藤助行などが上官し3月1日、横浜港を出港し、4月24日横浜港に寄港した。6月24日、 横須賀での修理が完成し品会に開港した。また台湾出兵に参加。7月30日、竜城は清に開港することになり、新国との交渉に派遣された全県大使、大久保利道参議の上官となった。8月2日横浜港を出港した。なお、恩急助訓年課産調査によると8月4日品会を出港となっている。7日から8日に、 兵庫で石炭と水を搭載した。10月28日に東武揮官に隷属となり、11月8日時点で芝生に停泊していた。11月10日長崎に寄港、11月17日流城、東、運洋、猛春の4隻は長崎を出港し、途中で射撃試験を実行、兵庫、大島に寄港し28日カナダ湾に入港。 二十九日シナ海に寄港した。千八七五年六月三十日時点で、中間艦隊は運用、日清、春ス龍城、東、宝章、第一堤防で編成されていた。十月二十八日、艦隊は編成を解かれ、龍城も艦隊から除かれた。同日、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は中村倉之助少将。 西部武式館は伊藤助丸少将が任命され、竜城、東、宝章、海洋、富士山、摂津、高尾丸、大阪丸は東部武式館所轄となった。八百七十六年三月二十五日、竜城はロシアウラジオストク、ポシェット湾から朝鮮の実地研究を命じられ、四月十三日、横浜港を出港、六月二十四日長崎に帰着し、 7月6日、長崎停泊が命じられた。龍城は7月27日に横浜港に寄港した。1877年に行われた明治天皇の京都、山和行港では先導具部艦を務めた。具部先発として龍城は1月20日午後1時に横浜を出港し、1月24日、正午、神戸港に到着した。ここで、 西南戦争が起こったために2月9日神戸を出港、キオテルなどと共に700名の巡査隊を鹿児島へ派遣、攻略に参加した。同年10月26日には暴風のため鹿児島ギオンスでザス、キールを破損するなどの被害が出た。同地で修理のを行い、翌1878年5月15日午後6時にリスし、停泊場に引き出された。 7月24日午前6時に日清に栄光され鹿児島を出港。相模灘で西郷網が切断され、28日夜は金川に停泊した。翌29日午前8時58分に横須賀港に到着した。以降横須賀造船所で修理を行った。1878年8月5日に修理を開始。10月28日、陳府所管の流上は、 修復館に指定された。1880年6月19日に試運転を行い、速力約9.5ノットを出した。9月16日に横須賀造船所での修理を完了した。造船所諸葛の修復館だった龍城は、9月15日、遠洋公開中は、兵学校に属し、公開練習館に指定された。11月15日横須賀港を出港し、品川に開港。 12月9日、カナダ湾に開港し、同地を拠点に11日まで周辺を、航海、12月22日横須賀港に開港した。少位候補生を乗せた、遠洋練習航海には3回従事した。1881年度では、海軍兵学校発起35名を乗せて2月2日に品川を出港、または1月22日横須賀から、 横浜港に開港し2月2日午前9時35分、横浜港を出港した。3月26日シドニーに入港、4月4日同地を出港。4月8日メルボルンに入港、5月14日同地を出港。5月17日タスマニア島ホバートに入港した。6月1日同地を出港し、7月28日横浜に帰着した。 カロリン諸島の臭い島に寄港した際、州長は我らは日本人の子孫であるとして歓迎したという。竜城は1882年2月6日から横須賀造船所で修理を行った。修理は8月15日に完了した。4月7日、平学校諸葛の竜城は東海守府の常備館に指定された。生徒演習のために9月21日品会を出港し、 九州を公開11月10日品海に帰着した。10月12日に中間隊が再編成され、流城も編入された。流城は11月22日から12月11日まで横須賀造船所で修理を行った。11月30日公開演習のために流城を南アメリカへ公開することを品議し、十二月一日南、アメリカ西海岸方面への沿用公開が、 冷達された。1883年度では10機27名を乗せて、前年の12月27日に品川を出港、または12月19日品海を出港した。龍城は1883年2月8日午後にウェリントン港に入港した。2月24日午前ウェリントン港を出港し、4月26日チリバルパライソ港に入港した。 5月3日同地を出港、15日にペルーカイアオ港に入港した。5月20日同地発、7月3日ホノルル港に入港した。8月5日ホノルル出港し、9月15日品川に帰着した。この時は初めての南米への遠洋航海であったが、乗員の多くが格気となり、その後の量食改善のきっかけとなった。と食料の因果観察ただし、 蒸気の滑稽の被害は海軍医務局長の高木金広らによる実験という側面もあった。幕末の医師であった遠田清庵が当時治療経験から推測しているように米食中心の炭水化物型という当時の日本の食事、そして海軍糧食の栄養の偏りが滑稽の原因と考えていた高木らはまずは従来の海軍型の食事構成で流浪を 遠洋航海に送り出した。結果として、高木らの予想通りに、活稽の患者が激増し、ホノルルに着く頃には全、乗組員376人中169人が、活稽になり、うち25人が死亡した。特に航海の後半、船員が船内の領職で、長い時間を過ごした後の地リホノルル間の58日間で百五十人が、かかり、十三人が死亡した。 ほうハル船員が続々と倒れたため搬送が不可能となり、基礎のみで後悔せねばならなくなったが、釜をくべる船員たちもまた倒れていたために、主幹や船長までもが総出で釜きを行い、やっとのことで、ホノルルに着いた竜城からは、病人を死後海不能金を送れという電信が日本に届いた。ホノルルにて1ヶ月停泊し、 さらに船内のそれまでの食料品をすべて廃棄し、新鮮な肉や野菜など医務局の高木らが考えた、栄養バランスの食料を購入して基礎についたところ、ホノルルや船内で食事改善した、活気患者は栄気を回復し、流浄は日本に寄港した。この実験結果を踏まえて、明治17年2月3日から11月16日までの、つくばの沿用公開演習には、 医務局の高木らが考えたメニュー構成の食料が積まれ、再度実験が行われた。結果は333人中、活気患者は14人しか出なかった。患者のうち12人は肉を口に従らなかった船員であった。死亡者は0人であった。これらは結果が解明されていたわけではないので、実験というより条件による因果関係の観察。 というのが正しい。オリザニンやビタミンが発見され、格気の原因が究明されるのは、この公開よりさらに後のことである。1883年9月22日、中艦隊から除かれ、東海守府所属の公開練習館に指定された。12月16日品川を出港して、立山湾に開港、同地で大砲射撃を行い、18日横須賀港に入港した。 1884年12月17日、常備艦に指定、中艦隊に編入された。1885年、更新政変編にて、朝鮮水域警備に従事する。3月19日、朝鮮へ向け執行。8月11日から9月11日は、津島警備艦となった。同年11月3日、中艦隊から除かれた。以降、流上の艦隊編入はない。 11月21日に横須賀鎮守府の公開練習館となった。3回目は1887年度で13期37名を乗せて2月1日に品川を出港、シンガポール、バタビア、アディレード、メルボルン、シドニー、オークランドを経て9月11日品川に帰着した。 1888年1月28日から6月21日は第3予備館とされた。1888年9月18日に期間が撤去され、係留されたまま法術練習館として使用された。1889年5月28日、法術練習館付属とされ、1890年5月13日に法術練習館に指定された。 同年8月23日、第3種に編入された。1893年12月2日、龍城は第5種に編入、除籍された。龍城は引き続き横須賀の海軍法術練習所で使用された。1894年3月13日、龍城は海軍法術練習所付属とされた。 1896年4月1日艦船の分類が変更になり、龍城は雑役船州に編入された。1908年4月24日、売却訓練。艦首の飾り板と艦尾の文字盤は取り外して保管。メインマストは海軍法術学校で教育材料として陸上に設置された。10月27日売却済みの報告がされた。日本海軍史第9巻。 第十巻の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます。